2月24日、令和元年度の地元就職優良高校生表彰式が行われ、松阪市多気町内の高校生37人が表彰されました。この取り組みは、優秀な生徒を表彰し、勤労意欲や地域での定着性向上を図り、地域商工業の振興・発展を目的に、松阪商工会議所が平成28年度から行っています。表彰式には、松阪市と多気町の高校生34人が参加しました。田中義彦会頭から、それぞれ表彰状が贈られました。今回、松阪工業高校では、回答賞に電気工学科の丸内修也さんが、優秀賞にはご覧の皆さんが受賞しました。松阪商業高校では、回答賞に情報システム科の土屋優奈さんが、優秀賞にはご覧の皆さんが受賞しました。飯南高校では、回答賞に総合学科の中谷小雪さんが、優秀賞にはご覧の皆さんが受賞しました。大岡高校では、回答賞に生産経済科の小倉海太さんが、優秀賞にはご覧の皆さんが受賞しました。表彰の後、田中義彦会頭は、4月から新社会人として力を十分に発揮し、各企業で活躍されることを大いに期待しますと、激励の言葉を伝えました。この賞を受賞することができたのも、周りの人たちのおかげだと思っているので、これからも周りの人たちに感謝して、日々頑張っていきたいと思います。高校生活で頑張ってきたことが報われてとても嬉しく思います。大変なことも多いと思いますが、自分なりに一生懸命頑張っていきたいと思います。